どうも、フリーパフォーマーの梅谷健人です。はい、今日はですね、私プラマンでソサイチのチームをやってるんですけども、ソサイチボールについてちょっと知っていこうかなと思います。こちらですね、ソサイチボール、公式のソサイチボールがあるんですよ。何が違うんですか、サッカーボールと。サッカーボールと違って、ちょっと重さ、ローバウンド、ローバウンドで全然跳ねへんね。空気抜けてるくらい。で、これ練習してるとこれこうなりました。潰れてしまったからボール捨てようかなと思って、あれ待ってくれよ、なんでローバウンドなんやろ。普通のサッカーボールは表面のこれにゴムがあって、この裏にもなんか布のこの縫い合わせのなんかグヤーなってるやつがある。でもこのソサイチボールってこのどうなってるのかを今から解体したいと思います。ちょっと重さもちゃうもんね。そう、重さちゃうし、なんか分かれ。そう、解体大丈夫なのかってなってますけども、僕時代で知ってるかな、ワクワクさんのあのなんか中着ぐるみの中が僕です。え、ゴロリ？結構ゴロリデカめやで。じゃあ早速ね、ちょっとありがとうございますね。もう7月7日ソサイチの日ということで、新しいボール出てましたよね、黄色のやつ出てた。あれ欲しいよね。夏の研究みたいなもんやな。そう、自由研究。まずじゃあこの1-1ブロック切っていくわ。ちょっと待って、どないなってんやろ。今どういう状態なん、リアル。今もうパンクしてもうて、もうこう中がちょっとどうやの中ね、ちょっと大丈夫かな、この見せ方。あ、なんかチューブみたいな。これって大丈夫な、今見せてるけど。いけてる。これ大丈夫。だいぶ締まりはいい。ゴムやしな。ちょっとじゃあ、まあパーって切っていきますね。俺なんか悪いことしてるみたいやけど、もう使えなくなってますからね。いやいや、でもワニの皮で財布作る時とかもワニ側ってそうやって生えていくやん。そうやな、そうやな。鶏肉って鶏殺したから食うてんもんな。せやで。それにから比べたらボールを切ってるだけやもんな。そうそうそう、まだ全然優しい優しい。結構あれやな、すっごい頑丈やな。頑丈じゃないとあかんやろ。ボールってめっちゃ頑丈やな。このボール作ってる工場と偉いさんとか結構知ってねえ。そうなの。うん、嘘。あ、嘘かい。何の嘘やねん。すごいわ。だ、潰れへんもんやな、ボールって。お、まず、あ、なんかちょっとちゃうんか、これ。あ、なんか、え？ちょっとこれ、切り切るわ。うん、あ、じゃあここ繋がっとるわ。こっから先行かへんのかも。一旦そこまで。うん、こっちの面がくっつきすぎてる。頑丈すぎる。一旦そこまで。なんかこう切っていきたよな。そこバーっていく。それごと切るの。お、あ、おお、くっついてる。その黒はその外側に。いや、くっついてない。これはこれやわ。これとこれ別もんやわ。そうそうか。サッカーボールはでもなんかへばりついてたで、結構なあ。これだからこうわ、え、あ、空気穴のところはひっついてねえな。あ、そういうことか。だからもう分解しちゃっていいんじゃん。違うね。ムータントタートルズ。
待って、ここ、この、なんか綿なおい、え、サッカーボールはなんか綿なさげやったで見た感じ。これがローバウンドの原因、ガッツシな綿ないけど。どれぐらい入ってる。いや、めちゃくちゃ入っとるよ。受け出してくれ。どんぐらい入ってんな、マジで。ちょっと待って、まさかの綿出てきたんやけど。でも人形と作り方一緒やで、これだからソサイチボールは人形と作り方が一緒です。人形の中でもどっち系な、テッド系テッド系と一緒です。あいつやん、じゃあ、あのトイストーリーの綿、切れて綿出てくるやつなかった、なんか。あー、あいつピンク色のワピンクの、クマさんな。そうそうそう、元ボスな、あいつ。そうそうそう。え、じゃあちょ、ここ取る切るわ。そこいけるん。あ、ここ、この面だけしっかりくっついてるわ。空気入れるところか。空気入れるところはもうしっかりついてる。なんで裏返したの。こうでも使えるわ。使われへんやん、ぐちゃぐちゃや。綿出てきたとこが、一番のオチでした。ピークですね。サッカーボール、サッカーボールとかソサイチボール、解体してどんなんかなって YouTuber の人いろいろ多分やってると思います。皆さんどうやってオチを作ってますか。フットサルボールは逆に中なんないよな、あれも。ローバウンドやから綿の可能性あるよな。フットサルボール切ってみな、わからんな。逆に使われへんやつまだ。これ綿でローバウンド。お、俺綿蹴ってんの今まで。これびっくりやん。結構ガッツリ、ほんまに。ほんまパンパン入ってる。しかも空気この中に入れるやんな。そういうこと。綿と一緒に入っとるってことやろ。だからえぐいことが起きてるよな。でも綿入ってる分重いってこと。だから跳ねにくいってことやんな。だから綿でローバウンドになって、だからこれこの中に空気一緒に入れてたって考えたらゾッとせえへん、うん、俺らは空気入ってる、空気だけ入ってると思うんだけど、綿と一緒に空気入ってるって思って。みんなソサイチボールは綿です。ウッディには空気入れへんもんな。入れへん入れへん。だってあれは綿だけ入ってるから。でも綿と空気入ってるからね、これは驚きやわ。驚き。ソサイチボール、あのね、ソサイチもこういうね、ちょっと変わったボールを使ってますので、ソサイチ一回楽しんで一回やってみてはどうでしょうか。そしてソサイチ連盟の皆さん、新しいボールをください。新しい公式球を、公式球、あの黄色のやつをください。ちょっともうボール僕らもちらほらなくなったり、パンクしたりしてるんで。サッカーボールあんまパンクせえへんねんけど、そしてパンクしてます。あ、サッカーボールパンクせえへん。あんまパンク、昔ののボロボロなって、ボロボロなってとかやけど、こういうパンクの仕方は結構珍しい。またなんかこんな皮膚しっかりしてんのに。皮膚言うてるやん。まあ毎日楽しく蹴ってるんですけども、新しい黄色のボールをソサイチ連盟の皆さんください。お願いしました。ありがとうございました。これ多分馬場さんとかも知らんわ、中こんなんなってるって。知ってるやろ。絶対知らんわ。さすがに知ってる。絶対知らんと思う。綿入ってんやから。綿か。じゃあ、また会いましょう。ああ。いや、おもんない、おもんない。おもんなさすぎる終わり方が。